どうもまこなりです。今回は誰でもできる悩みゼロの無敵の人になる方法ベスト5を発表します。今回の話は嫌われる勇気、アドラー心理学が土台になってます。というかもともと私は昔からアドラー心理学に似た考え方をしていたんですけど、最後に嫌われる勇気読んだのは5年前ぐらいですかね。その内容を自分なりに噛み砕いて実践して得たノウハウを今日話していこうと思います。嫌われる勇気以外にもアドラー心理学の本何冊か読んだんですけど、やっぱりねこの嫌われる勇気が一番読みやすいしおすすめです。さすが200万部突破のベストセラーって感じですね。もしまだ買ってないって人はね、何でしょうね、もう羨ましいです。まだ読んでないってことですから、ぜひ買って読んでください。実は私頻繁にもらう質問があるんですよ。それ何かっていうと、社長ってなんで心折れたり落ち込んだりしないんですかっていうやつです。そうなんですよ、自分悩んだり落ち込んだりしないんです。もちろんね365日一切悩まないし落ち込まないのかというと、それはねさすがに嘘になります。ただショックなことがあっても異様にリカバリーが早い。どんなことでも数時間ぐらいでもう吹っ切れてますね。多分ね極端な話、寝てる間に会社に隕石が落ちて会社が消滅したとしてもあんまり落ち込まないと思います。別に感情がないわけじゃないんですよ。普通に映画見て泣くとかもありますから。何か辛いことが起きた時のメンタルの強さ、図太さには自信があります。昔インターン生からまこさんって無敵の人ですよねって言われたんです。これ無敵の人ってどういう意味かって聞いたら、どんなに非難されても辛いことがあっても心折れずに前に進み続けるから、それが無敵だと言いたいそうです。でもですね、よくよく考えてみると、もともと無敵だったわけじゃなくて、自分の思考習慣、行動を徐々に変えていったことで後天的にこの無敵のメンタルが身についたんです。結構昔はね、小さな人間関係とかでいつまでもね悩んでました。ということでね、前置きが長くなりましたけども、今回は一体どうやったら悩まない無敵の人になれるのか、その具体的な方法ベスト5を発表します。やっぱりね、あれやこれやとねやれと言っても分かんないですよね、何をやればいいか。なんで今日はね、今日話す中で何か一つでもね自分やってみようと思うことがあればいいなと思ってます。それでちょっとでもね悩むことが減ったりメンタルが強くなるんだったらいいじゃないですか。では早速いきましょう。悩みゼロの無敵な人になる方法第5位は、人生の価値観を文章化することです。なぜ文章化しておかないといけないのかというと、自分の中に考え行動の軸、土台となるものがないと延々と他人の考えに影響されて悩むことになるからです。どうですか、あなたは人生で大切にしたい譲れない考え方、価値観について文章化できてますか？でもね、残念ながらほとんどの人ができてないんですよ。みんななんとなくその瞬間瞬間で決めて生きてます。でも当の本人は自分の中にしっかりとした価値観があって、それに沿って生きていると思い込んでるんですよ。ただこれは思い込んでるだけで、文章化していないとその人は自分の周りの人の言っている考え方や価値観に影響されて、カメレオンのように価値観が変わっていってしまってます。その結果引き起こされるのが矛盾との葛藤です。これ分かりやすいように少し極端な例を話します。例えば同僚2人が仕事のスタンスについて違う価値観の考え方を話した時です。同僚 A さんは、仕事は出世してなんぼだ、そのためには上司に媚びを売ってでも素直に言うことを聞け、やりたいことは力をつけてからやればいいんだと言ってます。一方同僚 B さんは、仕事で出世しようなんて考えたらダメだ、上司の言うことを鵜呑みするんじゃなくて自分のやりたいことを自分で考えて行動できる人間が結果的に成長するんだと言ってます。全然違う意見ですよね。飲み会とかで同僚 A さん B さんの考え方を同時に聞いた時、その場をうまくやり過ごすだけなら簡単です。自分の意見を言わずに頷けばいいだけですから。でも実際どのようなスタンスで仕事をしていくのか、自分なりの考えがなかったらどうなるでしょうか。そうです、悩みが生まれるんです。出世第一で考えればいいのか、それとも出世なんて考えずに自分のやりたいことをやるのがいいのか、上司から言われたことを鵜呑みにすべきなのか、鵜呑みにせずに自分で考えればいいのか、このスタンスによって自分のやること、仕事の仕方って結構変わりますよね。今は分かりやすく仕事のスタンスの例を挙げましたけど、それだけじゃありません。友人関係であれば自分の考えを友人に対してでもしっかり言うべきなのか、夫婦間やパートナーであれば仕事とプライベートどっちを優先すべきなのか、みたいな価値観一つで行動が変わることって結構たくさんありますよね。いや、たくさんと言いましたけど、これ嘘ですね。たくさんではなくて全てです。あらゆる行動は自分の価値観一つから生まれているわけですから。これ別に今分かりやすく極端な例を言いましたけど、これ別に極端な考えを持っておけと言いたいわけじゃないんです。バランスをとってもいいんで、自分なりの考えを持ってほしいんです。そうじゃないと延々と中途半端な状態で、自分はどうすべきだろうなっていう悩みが生まれます。でも考えてみると、結局のところ価値観に絶対的に正しいなんてないですよね。だから一体何が正しいんだろうかって考える時間がもう無駄なんですよ。ゲームで言うと剣士が一番強いのか、それとも魔法を
使いが一番強いのか、永遠と悩んでどっちつかずのステータスだったりスキルを身につけているような状態です。これどっちも良し悪しがあるわけですから、さっさと自分のスタンスを決めて前に進んだ方がいいです。なんで悩みを生まないためには、あなたがどのようなスタンスで生きるのか、人生の価値観を文章化しておくことがめちゃくちゃ大事なんです。そうすればね、誰かに何か言われた時でも、 あなたはそう思うんですね、なるほど、ちなみに私はこのように考えますと、常に相手との差分を意識することができますよね。なんで相手から言われたことを常に鵜呑みしてカメレオンしなくてよくなります。なんでまずは価値観の大きなところから決めておきましょう。必ずやってほしいことがあります。まず人生の座右の銘、キャッチコピーを決めること。そして絶対に大切にしたい価値観5つを書き出してください。私の場合は座右の銘、キャッチコピーは人生における成功とは自分の信念をいかに貫いたかで決まるです。大事にしたい価値観は会社に掲げている行動規範と一緒なんですけど、こちらです。もちろんこれ以外にもたくさん自分で大事にしたいと思っていることあるんですけど、土台はね、今言ったこれらです。私も普段生活したり仕事をしていて、自分の価値観とは異なる人と出会うことはあります。でも常に自分の中に揺るがない軸があるんで、ブレることはありません。価値観の矛盾に悩むこともありません。なんでね、皆さんもぜひね、自分はこういうことを大事にするというスタンスをね、決めてください。何が正しいんだろう、どう生きていこうっていう正解を探し続けるのはもうやめましょう。あなたが自分で決めたんであれば、それはもう全て正解です。では次です。悩みゼロの無敵な人になる方法第4位は、嫌われる覚悟で自分の考えをはっきりと言うことです。なぜはっきり言うことが大切なのか、言いたいことを言わずに自分に嘘をつくことは長期的に自分を殺しているのと同じだからです。あなたに提案です。もういい人になるのはやめません。いつもいつも傷ついて悩んでいる人はみんないい人すぎです。このいい人っていうのは褒め言葉でも何でもないんですよ。自分の意見を伝えずに常に相手の顔色を伺っている臆病者です。そういった人に足りないのは、まさに本のタイトルにもなっている嫌われる勇気です。嫌われる勇気の本の中で私がめちゃくちゃ気に入っているフレーズがあります。その好きなフレーズは、自由に生きるとは他人に嫌われることであるです。他人の意見に合わせて生きて最後に行き着くのは矛盾との葛藤です。全員同じ意見なんて、同じ価値観なんてありえないわけですよ。だから考えやスタンスが違うなと思った時は、はっきりとね、自分の考えを伝える場面が絶対に必要なんです。この自分の立場を表明することをスタンスを取ると言ったりします。人と話す時はね、常に自分の立っているポジションを明らかにすることを大事にしてください。自分とは無関係のことに正しい正しくないと判断をしていくのは不毛なんで、やめた方がいいです。ただね、自分のやってる仕事だったり、自分が決めなきゃいけない自分の影響力の範囲内では、自分の意見ポジションをはっきりさせた方が絶対にいいです。うわ、これ言うときっと相手は嫌がるだろうなと思ってもためらってはダメです。自分に嘘をついて合わせたりすると、結果的にみんなが不幸になりますから、嫌われる勇気を持って自分の意見を伝えましょう。ただね、一点だけ絶対に気をつけてほしいことがあります。それは相手の意見を真っ向から全否定しないことです。自分がどんな意見を言ったとしても、絶対に自分が正しいなんてことはないわけですから。あなたはこう考えるんですね、ちなみに私はこう思いましたよっていう、あくまで一個人の考えを伝えるんです。間違ってもあなたの考え方は間違っているみたいな余白を全部消すような言い方をしてはいけません。それはね、相手を必要以上に感情的にさせてしまいます。そうなると相手も自分の存在価値を守るために自分の意見に固執し始めます。これは嫌われる勇気でいうところの権力争いに突入しています。権力争いは絶対にしてはいけません。もうそれはね、議論ではなくてもうマウントの取り合いですから。とはいえね、もちろん自分の意見をちゃんと伝えれば相手が感情的になっちゃう時もあるでしょう。でもね、相手が感情的になっちゃったとしても、その感情的になったのは相手の課題であって、自分は関係ありません。自分の意見をはっきり伝えて相手がどう思うか、それは相手が決めることであって、自分は干渉できませんから。まさにこれは嫌われる勇気でも出てくる課題の分離という考え方です。きちんと相手を思いやって自分の意見を伝えたとすれば、あなたはもう悪くありません。ちゃんと伝えたのにずっと感情的にいたり、自分の考えを尊重してくれない人だったら、もうね、そもそもそんな人とは距離を置いた方がいいと思います。それがお互いの幸せのためです。そういう覚悟を持って、嫌われる勇気を持って自分の意見をはっきり伝えること、これがね、悩みをなくすには非常に重要です。では悩みゼロの無敵な人になる方法第3位です。第3位もね、めちゃくちゃ大事です。第3位は、常にこれからどうするかを決めることです。人生のね、大半の悩みはこれからどうするかを決めるだけで解決します。なぜか、人は次にやるべきことが明快で、そのやることに価値を感じているとき悩まないからです。悩んでる人から話を聞くと、その 99% の人は次やるべきことが明確になっていません。嫌われる勇気にも出てくる目的論的に解釈すると、悩んでる人っていうのは、実はあえて次にやるべきことを決めようとしていないんです。自ら思い悩むことを選択しています。いや、好き好んで思い悩む人なんていないでしょっていう人がいるのも分かります。
別にね、好き好んで選んだわけじゃないにせよ、悩むという行為を取るのにも目的があるんです。なぜ悩むのかというと、悩んで被害者ぶっていれば厳しい現実に向き合う必要がなくなって楽だからです。自分の上司はすごい理不尽で本当に嫌なんだよって愚痴る人がいたとします。でも冷静に考えてみると、その人が取るべき行動は3つしかありません。上司に改善を求める、自分が 100% 受け入れる、環境を変える、この3つしかないんですよ、やるべきことは。この3つのどれか1つをアクションすれば終わりなのに、やらないんです。怖いからです。現実と向き合うのが面倒だから。愚痴を言うという行動をしない選択をすることで楽をしてるんです。人間関係の問題を解決しようとするのは勇気がいります。面倒です。でもだからこそね、常に勇気を持ってこれからどうするか、自分がどうするかを考えないといけません。むしろね、それ以外の思考は全てね、自分がやるべきことから逃げて自分に嘘をつく臆病者の行為です。ぜひこれを見ている皆さん、明日から、いやこの瞬間から、常にね、これから自分はどうするのか、これだけを考えるようにしてください。紙に書き出してみるのもすごいいいです。それだけで悩みがなくなります。いよいよあと2つですね。悩みゼロの無敵な人になる方法、第2位は依存先を増やすことです。もしあなたが悩みのない人生を送りたいんであれば、依存先を増やしてください。これはもうね、マスト条件です。なぜ依存先を増やすことが大切なのか、理解するために改めて悩みについて理解しておきましょう。人生のあらゆる悩みは対人関係から生まれると、アドラー心理学では語られています。この考え方はね、私も同感です。例えばね、自分は貧乏だと悩んでる人も、自分の周りの人がみんな同じ生活水準で同じような生活をしていたら悩むことないですよね。単純にお腹空いたとかなるかもしれません。でもね、なんて自分は不憫な生活をしているんだと悩むことはないはずです。人間というのは他の動画でも言っていることですけど、群れで生きることを前提とした動物ですから、もう生まれながらに他人からの承認を求める本能がね、脳に備わってます。なんでどうしてもね、誰かと比べてしまうんですよ、比較対象があると。これはもうね、個人の意思の問題ではなくて、もう人間の作りの話です。よくね、人と比べてはいけないと言われますが、頭では分かっていても完全な回避は不可能です。実は仏教の世界でも、人と比べることをやめるっていうのは最もなくすことが難しい煩悩の一つだと言われてます。ちなみにアドラー心理学では、承認欲求を持つことを完全に否定しています。人生において他人の承認を求めてはいけないと。自分以外の他人の考え方をコントロールすることはできませんから、その他人に対して承認を求め続けると、永遠に満たされない人生を送ることになります。これが承認欲求を否定する理由です。これね、言いたいことはね、ものすごくわかります。正しいです。でもその分難しいです。先ほど言ったように、本能とね、逆行しているからです。難しいんですけど、これまでのベスト3で挙げたような行動を通して、他人から承認されようとする行動を抑えることはできます。これまで言ったアクションに加えて、さらに有効なのが依存先を増やすことです。この依存先を増やすっていうのは、よくわからない人もいると思うんで、具体的に言っておくと、自分のことを肯定してくれるコミュニティ、人間関係を増やすことです。人が何か思い悩む時っていうのは、大抵何か一つの依存先に強く依存した時、執着した時です。友達と喧嘩してイライラするとか、すごくムカつく上司がいるとか、パートナーの言動が許せないとか、全てね、特定の誰か、もしくはコミュニティに執着した、依存した状態です。そんな時に複数の依存先を持っていれば、一つに執着することが減ります。例えばね、仕事で嫌なことがあったとしても、趣味のスポーツのコミュニティで活動して仲良くできていれば、気持ちを切り替えることができますよねっていうことです。人間の依存した感情、執着っていうのは、どんなにね、高ぶっていたとしても、時間が経てばやがて消えていきます。だから常に、ね、複数の依存先を持って執着しすぎないようにしておくことが大事なんですよ。それが結局、一つ一つの人間関係を大事にすることにつながります。この依存先っていうのは、趣味だったり、ボランティアだったり、勉強会だったり、何でも構いません。もしね、自分の人生仕事ばっかりになっちゃってるなって人はね、何か新しい依存先を見つけてみてはいかがでしょうか。特に私のおすすめとしては、運動なんかはね、そのやること自体がリラックス効果があるんで、特におすすめです。私の場合は、なんだか仕事をしているばっかりのイメージを持たれてますけど、運動したり、社会の人と出かけたり、常に依存先のバランスを調整しています。そうすることで、常に仕事もプライベートも健全な状態を保つことができています。ただこのね、依存先を増やすっていうのもね、一つ大事なポイントがあるんで言っておきます。自分に嘘をつかなくていい依存先にしてください。もしそのコミュニティや人間関係が自分に嘘を言う、例えばね、いつも集まっては愚痴ばっかり言う仲間だったら、人生の悩みはさらに深まっていくだけです。愚痴を吐いてね、すっきりしたって言いますけど、これはね、嘘です。だって目の前の問題何も解決してないですからね。やるべきことが分かっている自分に嘘をついて楽をしているだけです。自分に嘘をつかないといけないコミュニティ、人間関係はもうまさに麻薬ですから、依存先の一つにしないことをお勧めします。ではいよいよですね、悩みゼロの無敵の人になる方法、第1位です。これは最も効果が高く、これまで言った4つ全部忘れても、これだけは忘れないでほしいです。悩みゼロになる方法、第1位は、
感謝を伝えることです。なぜ感謝を伝えることで悩みが減るのか、それは一言で言うなら他人に期待することがなくなるからです。対人関係で悩んだ時、例えば友達と喧嘩した時、相手の言動が許せない時、頭の中にあるのはこの人はもっとこうあるべきだっていう期待です。もしね、他人に何も期待してないんであれば悩むことはないはずです。でも難しいですよね。なんでかって、人はどんな環境にも慣れてしまいます。最初はね、ちょっとしたことでもありがたいなと思っていたことでも気づいたらやってくれて当たり前だと思ってしまうんです。その慣れがね、もっとあなたはこうあるべきだっていう期待と執着を生みます。だからこそね、日頃から心からの感謝を伝えて、それは当たり前のことじゃないんだと、文字通りありがたいことなんだと、自分自身に気づかせることが大事なんです。感謝は相手を喜ばせるためじゃないんです。自分のためなんです。同僚と意見が対立しても、パートナーと些細なことで口論になっても、その人が普段そばにいてくれることだけ、何気ない会話ができることだけでも感謝することができれば、多くのことを期待する気持ちを沈めて、相手の考えを尊重することができるはずです。究極的にはね、これはまだ私も精進しないといけないことなんですけども、日々の中で出会う全ての人の存在全てに感謝をすることです。感謝にね、条件はいりません。そこに生きていて関わっていることに感謝の念を持つことです。相手が自分のことを嫌いでも、意見が違ったとしても、そんなことは関係ありません。むしろね、価値観が違う人こそね、自分の価値観をさらに見直す機会になるんで、なおさら感謝すべきです。別に感謝をするというのは相手に媚びたり、相手に意見を合わせるという意味じゃないんですよ。むしろ意見はしっかり言うべきです。意見は違ってもいいので、相手が意見を伝えてくれたことだけでも、それだけでもね、感謝すべきことですよね。日々出会う人、関わる人、全ての人にね、心からありがたいと感謝の気持ちを持つことができれば、生きているだけで幸せを感じられて、悩みなんてなくなるはずです。さらに言うとね、単調なルーティンにならないように、相手のどこが素晴らしいか、どこに感謝しているかを具体的に言えるとなお良いです。私もね、日々感謝伝えることはすごく大事にしたいと思ってます。この撮影だってね、いつもいつも秘書さんにね、手伝ってもらってるんですけど、つい当たり前だと思ってしまわないように、いつも撮影が終わったらね、ありがとうと伝えてます。これが終わってもまた伝えます。社員で誕生日の人がいればね、感謝のメッセージを送ってます。タクシーやバイトの店員にもね、感謝を伝えるようにしてます。でもまだまだね、疲れていたり急いだりするとね、おろそかになっていること正直あります。なんでね、これを見てるあなたと一緒にますます精進して、ありがとうとね、感謝を伝える機会を増やしていければいいなと思っています。感謝を伝えることこそが、悩みゼロの無敵な人になる最強の方法です。ということで、いかがだったでしょうか。今回は少しね、長くなってしまったんで、簡単にさらっとね、5位から1位まで復習します。第5位は人生の価値観を文章化すること。第4位は嫌われる覚悟で自分の考えをはっきりということ。第3位は常にこれからどうするかを決めること。第2位は自分の依存先を増やすこと。第1位は感謝を伝えることです。はい、ということで、今回も最後まで見てくれてありがとうございました。このチャンネルでは、仕事や人生に役立つ話をできる限り分かりやすく短くして配信しています。まだの方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。私の経営するディブでは、一緒に働く仲間を大募集しています。もし興味がある方はコーポレートサイトをぜひ見てください。あとはテックエキスパート、未経験からプロのエンジニアになるテックエキスパートが今大好評です。もしエンジニアに興味がある方は無料カウンセリングに来てください。まこない社長の公式 LINE も友達追加をよろしくお願いします。ということで、今回は以上になります。いつも応援してくれてる皆さん、本当にありがとうございます。高評価とコメントもよろしくお願いします。では次の動画でお会いしましょう。